仙台市博物館は宮城県仙台市青葉区川内にある仙台市立の博物館である。伊達家が仙台市へ寄贈した文化財を保管、研究するために1961年に開館した。主に仙台藩に関連する資料や美術工芸品などがここに収蔵、展示されている。1951年、かつて仙台藩をもだった伊達家が 所有していた土地を仙台市に優勝状と一部を寄付した。これと同時に、達家が所蔵する文化財約8000点が仙台市に寄贈された。これらを保存、展示する施設として、博物館の建設が仙台市の課題となった。1958年には仙台市博物館並びに美術館設立促進連盟が結成され、署名活動を展開した。 こうした事情を背景に、1959年、仙台市長の島野武氏が市議会で、市政70周年記念事業として、市営プールと博物館を建設することを表明した。1960年仙台城三の丸跡で、博物館の建設工事が始まり、1961年に仙台市博物館が開館した。博物館法に基づく施設として、 宮城県内で4番目だった。開館50年のうちに仙台市博物館では3時にわたる建物の増築が行われ、そういう面積が開館当初より約2.7倍に増えた。また、開館当初の運営方針は総合博物館だったが仙台市天文台や仙台市科学館が設立されたことから人文科学系博物館へと方向性が変わった。 1975年には文化財保護法に基づく国宝重要文化財の公開勧告承認出品施設となった。1978年既存の施設の改善や見直しが模索されたが、最終的には大型博物館の新築へと方針が変わった。これはこの頃宮城県美術館が計画、建設されたことに影響を受けたものだった。 1983年からの長い休館を経て、仙台市博物館は1986年に新しく建設された建物で展示を再開した。2021年10月1日から2024年3月31日まで、長寿命化等改修工事に伴い休館予定である。江戸時代の仙台藩に関連する歴史資料、文化資料、 美術工芸品約約9万7千点がここに収蔵され、そのうち約1000点が展示されている。伊達市や慶長県大施設に関連するものが充実し、その中でも欧州仙台両絵図は幅8メートルもある巨大な絵図であり、人気の展示となっている。展示物の一つ、統制具足のクロール四五枚道具足は伊達正宗所用のものであるが、 映画、スター・ウォーズの主要キャラクターであるダース・ベイダーの衣装デザインの元ともなった。制作用に参考資料を送付したのは、当時、アメリカの制作スタッフから国際電話で問い合わせを受けた仙台市博物館である。長谷倉常長のローマ市公民権証書銀、伊予札白伊東都市道丸具族現在の建物は1986年に竣工したものである。 敷地面積19758平方メートル、建築面積5283平方メートルの鉄骨鉄筋コンクリート構造で佐藤武雄設計事務所が設計を担当した。この建築物は1990年に第2回公共建築賞優秀賞を受賞した。館内には資料展示室のほかにレストランやミュージアムショップがある。また、 児童向けのプレイミュージアムでは、児童用鎧の試着や和楽器の演奏を試すことができる。博物館の屋外には、中国の商工史から贈られた、路人像、伊達政宗の胸像、林士兵のレリーフ、安倍次郎の石踏みなど、先代ゆかりの人物の記念碑や作品等が展示されている。また、明治時代から戦中にかけて、陸軍第二次団が、 この敷地を利用していたことから、博物館の入り口付近には、第二師団が利用した群馬や軍用動物の慰霊碑が、混流されている。博物館正面にある残月亭は、仙台区長だった松倉誠の茶室で、移築、復元されたものである。2007年度の年間通算利用者数は、延べ192,341人であった。2007年に出版された。 ミシュランの旅行ガイド、ボワイアジェプラティックジャポンで、二つ星の評価を受けた。この博物館が立地する敷地は、仙台城三の丸跡であり、現在は、青葉山公園の一部である。近辺には、五色沼や仙台国際センターがある。仙台市地下鉄東西線の国際センター駅から、博物館までは、徒歩で8分の距離である。また、博物館の近くに、 仙台市営バスのバス停留所、博物館、国際センター前があり、観光路線バスループル仙台がここに停まる。仙台駅のバス乗り場から、ここまでは約20分の所要時間である。ありがとうございます。